BOP 試薬とは、ホスホニウムを共通構造に持つ、ペプチド合成などに用いられる主役である。元は、カストロラが開発したヘキサフルオロリン酸 1H、ベンゾトリアゾールマイナス1イルオキシトリスホスホニウム、を意味したが、今日では、各種誘導体が開発されており、それらホスホニウム系ペプチド縮合剤を総称して、BOP 試薬と称する場合もある。 カストロラはトリスホスフィン CCL4 によるペプチド縮合反応を研究し活性中間体がクロロトリスホスホニウムであることを見出しより安定な活性種誘導体である BOP を開発したこのことから BOP はカストロア薬とも呼ばれるカストロ子薬及びその誘導体はいずれも反応系中でユーリカルボン酸と反応し 一ヒドロキシベンゾトリアゾールエステルなどの活性エステルを生成させる縮合剤である。カストロシ薬を利用して、ーリベイルラは LH、RH ホルモンフラグメントを合成し、ベンゲルラはシクロスポリーを合成している。同じくホブットエステルを生成する DCC、ホブットポーに比べ、カストロシ薬は反応が早く、 自粛ロヘキシルニ素のような不要性の副産物を生成しない点は有利である。しかし、カストロ主役自体は反応後に生成する反比の発言性が問題視されており、BOP 誘導体が代替品として利用されることが多い。次に、BOP 誘導体を示す。カストロ、B ダームは、JR エビン、G セルファ、C、テトラドレンレット、1975。 十六千二百十九ハドソン、DJORG、ケン、千九百八十八五十三六百十七活性エステル種は主役により異なり、カストロ主役の場合は、ホブットエステルである。リベール、ピーゴトローン、JP カストロ、B ・ミオー、G ・テトラドレン、千九百八十三十六三千四百十三ベンゲル、RM、ヘルブ、チン、 アクタ1984、67、502、コスト、J ・レンガイリー、D ・カストロ、B、テトラドレンレット、1990、31、205、カーピノ、L ・ A ・エル・フェイアム、A マイナー、C ・ A ・アルバーシュ、F ・ J、ケン、ソック、ケン、コミューン、1988、201、A ・ B ・コスト、J ・フラロー、E ・ジョイン、P ・ J ・ O ・ R ・ G、 ゲン、1994、59、2437、LI、H ジャン、XYH ファン、C ーローミフ、T グッドマン、MORG、レッド、1999、1九9 1ありがとうございます。